サンジェルマン伯爵、サンジェルマン伯爵、サンジェルマン伯爵、コモット・デ・セインとジャーメイン、1691年、あるいは1707年から1784年2月27日は、18世紀のヨーロッパを中心に活動したと伝えられる人物である。スペイン王妃、マリー・アンヌ・ド・ノブールと、貴族メルガル伯爵との死生児と言われている。 その人生を通じて享受していた経済的な安泰や高度の教育、教養はこの出自によるものが大きいと考えられる。教養について言えば、同時大臣には科学に限らず様々な分野の知識が豊富で一流の音楽家でもあり、また優れた画作用も示したことが評価されている。しかし彼の前半生には不明な点が極めて多く、その正体が明らかとなるのは彼が フランス社交界で活躍する1758年以降、彼が67歳になってからである。しかしこの年齢が正しいのかどうかさえも不明で、社交界で活躍していた時期の彼は40代以前にしか見えなかったという。サンジェルマンは1746年まで作曲家兼バイオリニストとしてロンドンで過ごした。1745年末に短期間投獄されたため、 ロンドンを去ったと言われる。その後12年間の活動については確認されてはいないが科学と錬金術の研究のためにドイツで陰性していたとする説、またインドやチベットまでを含む世界旅行に出ていたとする説がある。後者の説についてはそのことを証拠づける資料は皆無だが東洋世界について非常に白識であったことは事実である。 1758年の初めにパリへと移り、王の永然官を務めていたマリニー公爵に対し、研究室及び作業場として王族の所有施設の使用許可を要請する書状を出している。この中で、その交換条件として、ルイ15世に人類が知る中で最も豊かで稀有な発見をもたらすと訳している。そこでマリニーは当時無人となっていた。 シャンボール城を彼にあてがい、サンジェルマンはこの城とその付属施設に助手や使用人たちを住まわせて研究室も設けた。だがサンジェルマンはシャンボールよりはパリにいることの方が多かった。ポンパドゥール公爵夫人に面会し、夫人の紹介により王類十五世とも面識を得ている。王はその聡明な人柄に魅了され、以後両者は親しい関係を結ぶこととなった。 サンジェルマンは、王と親しい関係を結ぶが、ルイ十五世の重臣、ショワズール公爵が彼を疎み、その信頼を貶めようと策を巡らせた。ショワズールは、ゴブとイブ、名の同家を雇って、サンジェルマンに変装させたという。ゴブは、サンジェルマンの風体で各地のサロンに顔を出し、ありそうもない、ほら話を吹いちょうした。アレクサンダー大王と逆を交わしたであるとか、 イエス・キリストに恐るべき末期を予言された、などといった大言相互である。ほどなくして、五分の活動は露見し、その正体が明らかにされることとなった。ショア・ズールの企みは、サンジェルマンをペテン氏に貶めることにはならず、むしろ逆にその意向を増すこととなり、一層ミステリアスなオーラを与えることとなった。ショアズールは1760年になってようやく、サンジェルマンを、 スパイ容疑で告発することによって宮廷から厄介、払いした。この結果、サンジェルマンは名誉を著しく損なわれて、オランダへと逃れる度ととなった。これ以降、サンジェルマンの足跡は、イギリス、イタリア、ロシア、ザクセン及び、プロイセンなど、ヨーロッパ各国で確認され、様々な地で、顔料と色彩についての自身の研究を披露しようとしたことが分かっている。 1766年、プロイセンの王フリードリヒニセヒの被護を受けるも、翌年ここを経って、バルト海に面したゴットルクへと至り、最後は、ヘッセンの領主の下に身を寄せた。そして1784年2月27日に、この地で亡くなったという。親しい関係を保っていた党の領主によれば、去年93歳であったと伝えられている。しかしこの死に関しては、 口実のように様々な伝説がある。サンジェルマンには様々な噂が付きまとったが、生前にあえてそれを否定しなかったこともあり、類まれなる得意な人物として歴史に名を残すこととなった。彼が人類普遍の夢である不死の象徴として語られることも、こうした伝説のルフを助長したと考えられる。以下はそうした現象の代表的なものである。彼は、 たくさんの宝石を散りばめた豪華な衣装に身を包み、普段は外薬とパンと麦しか口にせず、ギリシア語、ラテン語、サンスクリット語、アラビア語、中国語に加えて、普通、読、英、イ、法、西の数カ国語に堪能であったと言われる。また、ミなりにも気を使い、クラブさんとバイオリンの名手でもあり、作曲も熟した。さらに科学と錬金術にも精通しており、 ついには、不老不死に関する著作をものしたとも言われる。また、かつて、カリオストロが所有していたとされる、18世紀の実在の秘伝書、ラトレサンテトライナセフィの著者であるとも言われるが、確たる証拠はなく、しばしば反論の対象となっている。また、奇跡、宝石の類にも大変造形が深く、多くを所有していたと言われ、ダイヤモンドの傷を消す秘宝を知っていたとされる。 さらには、前世の記憶とそれに関連する知識がある。あるいは、大変な長寿をもたらす飛躍を持ち、その結果、2000年とも4000年とも言われる驚異的な生命を有していたとされ、カナの婚礼やバビロンの宮廷をめぐる、陰謀等といった古代の出来事を、まるでその場で直接見てきたかのように、臨場感たっぷりに語ったとも言われる。 哲学者ボルテールは1760年4月15日のフリードリヒ2世に宛てた書簡で、このサンジェルマンについて決して死ぬことがなくすべてを知っている人物であると書き、フリードリヒ2世も彼を死ぬことのできない人間と評している。ニコラシャンホールによれば、サンジェルマンの使用人にあなたの主人は本当に2000歳なのでかと問うたところ、彼はそれはお教えすることができません。 私はたった三百年しかお使いしていないのですからと答えたという。日中戦争での目撃情報もあることから、タイムトラベラーであるという説もある。ポルトガル系ユダヤ人とも、ルーマニアのトランシルバニア地方にある、ラーコーツイ王家の王家に、ゆかりのある人物。ただし、当時ルーマニアは、国家としてはまだ存在していなかったともいわ、自分の年齢を二千歳とも四千歳であるとも称し、 ソロモン王やバの女王らと面識があったとも語っていたとされる。かつて騎士として加わっていた十字軍ではパレスチナにてイングランド王リチャード一世とも話したという。また自分は不老不死なので霊薬を口にするたは食事は必要としないと言って実際に人前では全く食事をしなかったともされる。作曲家のジャンフィリップ・ラモーは自分は人生で何度か サンジェルマンに会ったことがあるが、数十年経っても、どれも同じ年齢のサンジェルマンだった。彼の存在は神秘そのものだとしか言いようがないと記している。また、サンジェルマンは、催眠術にも長けており、術で自らの姿をくらますことができたと言われているが、このことが、こうした様々な噂の発端となっている、可能性もある。 当時、催眠術は、無遊病や動物時期による催眠現象と結びつけて考えられていた。1760年に、停心、ショアズールの暴略によって、フランスを離れることを余儀なくされ、その後、プロイセン、ロシア、イタリア、イギリス、オーストリア等各地を転々とし、最終的に、当時錬金術に関心を持っていた、シュレースビヒホルシュタインの領主の下に身を寄せるが、 この直後に、領主の下女二人の腕の中で亡くなり、大革命の最中に亡霊として、パリに現れたとも言われる。生前のスパイ容疑については、様々な説があるが、仮に、その事実があったとしても本来の目的は謎である。見えスパイであったともされるが、絶対王政や、ドイツ系のバラ十字弾によるヘゲモニーにも特に不満を持っていなかったとする証言も多い。 ジャコム・カサノバはオランダのハーグでサンジェルマンに面会したという。その時サンジェルマンはアルメニア風の装束に身を包んでいたという。これは17世紀に高官から消えた今一つの長寿伝説、すなわちいわゆる彷徨えるユダヤ人について言われることと同じことである。カサノバはサンジェルマンの名声と欺瞞について疑いを抱いたとされる。また、 ヨハンボルフガング・フォンエーテはサンジェルマンの弟子であると言われる。これらのことからサンジェルマンがヨーロッパ史上最大の謎の人物とされることがある。カルボナリ島に入島したナポレオン三世はサンジェルマンに関心を抱き、彼に関係する書類等をチュイルリー宮殿に集めるように警察に命じた。この時の資料は1871年に 同級殿を襲った火災によって消失し、サンジェルマンの足跡のほとんどがこの時に失われたと言われている。新地学、またその影響を受けたニューエイジ思想では、卑怯的、霊的な知識と力を持った大師、マハートマー、マスターとみなされている。日本では、英語発音を元にした、セント・ジャーメインという表記も見られる。これらの思想で重要視されるにおいては、 第7光線の大使という位置を与えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。